草津市立老城小学校は、滋賀県草津市の次長にある公立小学校。南草津駅西口の区画整理事業などで、児童数が急増しており、2016年4月に、校区の西半分が新設の草津市立老城西小学校へと分離された。草津市立老城、小学校校渉草津市立老城小学校には、追い山という小さい山がある。子供たちは、 おいかさんで鬼ごっこをして遊んでいる。のびっころうという学童保育所が校庭内に設けられている。のびっころうにいる子供たちは保護者が迎えに車、サッカーや折り紙、学校の宿題などをしている。南笠さ古墳草地市で現存する唯一の古墳群であり、前方公園墳2基と半会場の円墳1期でできている。猿田彦神社地域の交通、安全願う。 道案内の神様。南大岡や南笠、矢倉を結ぶ街道と八橋街道の分岐点にあたる交通の用となる場所に位置している。南田山稲荷神社五国法上や家内安全に区独がある。南田山稲荷神社の奥に古墳の横穴式石室が存在している。AB 木造校舎に太陽光発電士が草津に16年開校の小学校。 京都新聞、2015年6月18日閲覧。AB、新小学校名は、廊下民主に、死が、草津市で、開校予定。京都新聞、2015年6月18日閲覧。AB、過去1年間の学校の新設、移動、廃止状況、滋賀県、私立小学校の変遷草津市役所、草津市立老城小学校を紹介。 2020年7月19日閲覧。ありがとうございます。